皆さんこんにちは。今回もサイエンスニュースネットワークへのアクセスありがとうございます。2009年11月25日政府の科学技術予算問題をめぐって著名な科学者による緊急討論声明発表会が行われました。会場となった東京大学理学部小芝ホールにはノーベル賞やフィールズ賞の受賞者が出席し、科学技術予算と日本の将来についてさまざまな意見が交わされました。日本の科学、あるいは科学技術を支えて、見てくださるはずの若い方々に対する負のメッセージといいますか、科学技術全体がどうなるか、そういう問題だというふうに思います。科学技術政策をというものをきちんと定めて、総合的に、な判断のもとに、行われるべきものが、それぞれの国がしっかりとした力をつけるとともに、世界と協調していかなければいけない。日本は天然資源がない、あるいは非常に乏しいわけですから、科学技術というものが我が国が今世紀の国際競争を生きていく上で、私は唯一の常ではないかと思います。ノベーションを長期的に創出し続けるには何が必要かといえば、結局人材と、あとブレイクスルーの目を絶えず育て続ける。将来どういう方向に目が出るか分からないわけだから、たくさんの人にそういうチャンスを与えるというのが大事だと思いますから、オバマ大統領がですね、アメリカの科学アカデミーの前で演説されたんですよね。科学というのは、特に基礎研究はですね、これは個々の研究を見てるとハイリスクなんですね。全部その社会や人々に役立つは限らないですよ。だけども全体を見るとこれはハイリターンだということを言い方で言ってるんですね。サイエンスっていうものはね、新しい知識が我々を生むと、その知識を持つ生まれるってこと自身に非常に価値があるわけですね。で、それを国民の目線と言ってやると国民の目線だと思う。そういう目線で絶対にこういうものが将来に必要だということを我々がそれをするべきするのが科学者、科学のコミュニティの現代の責任じゃないかと私は。このような活発な議論が広がり、より良い日本の未来を考えるきっかけとなるといいですね。